この2週間ぐらいの「どすこい」はあのスキー行ったら2週間ぐらい前かなあれあれ2週間ぐらい前ですね23週間、うんね、スキーに行きました、ねであのー、体中筋肉痛になりました、ね、でその、ね、筋肉痛が治り、まあけっまあ、2日間ぐらい、ね、安静したんです3日間23日安静したんですよね安静したんですけど一応まだちょっと残ってるみたいな完全に治りきってない状態で九州に動画を撮りに行きました ねであのももううののすごくく歩きまくりまりした、うんねであのー、なんかねな長崎で撮影したでしょで伊万里で撮影して佐世保ぐらいまではあのー、まあ行けた行けたというかもうめっちゃ足もうね使いまくってるけどううってなってるけどまで来たんですけどねあの大そのあと大牟田探し行ったけどその後まあと大牟田で撮影したんですよね。で大向田あたりで ちょっとなんかこう筋を痛めてるまでいかないけど若干ちょっとこう筋をほんの少しだけ痛めてるかなみたいな感じがあったんですよね筋に若干の違和感があったんですよねうんででもまあまあでも歩けるしうんそうでそのまま熊本も行ってで熊本もちょっと筋に違和感が若干あるけどでもまあまあまあいけるかなみたいなうんはいでね あの九州から帰ってきたでしょ、ね、であの1、ー、週間ぐらい家に,家にいたのかな1週間まあ分かんないけど、まあ、それからまた家でね安静したんですよ、まあ、足がだいぶやばいからね、うん、であのー、安静してたけどそれもちょっと治りきらないまま名古屋行ったんですよね <laughs> 完全に治りきらないままもう治ったと思う明日,、ね、明日の朝に多分治ってるわと思って朝起きたらあれじゃなお前ちょちょっとおかしいけど。 まあマジ一,一泊だからまあ大丈夫かと名古屋行ったんですよね。で帰ってきて今。だからやっぱ疲れてるんだと。だからずーっと多分ねあのあれうなぎのねうなぎっていうかそのうなぎのたれをねよくうなぎ屋さんでねこのたれはもう100年以上前からあのずーっと継ぎ足し継ぎ足しでやってるみたいな、ねうん、そんな感じであの <laughs> 2週間3週間前のスキーの,あの疲れをこう継ぎ足し継ぎ足しみたいな。 まだずっと残ったままつぎすぎ言ってること分かります分かんないか <laughs> そうそう。だかちょっとねあの、この3日間ぐらい本当にちょっと安心にしようと思っております。疲れはたまったと思います。はいあの、ちょっと長くなりました、この話。<laughs> 本当に え筋肉痛をうなぎのタレで例えるのは斬新ですね <laughs> 今なんか思いついたんですよそうずっとだからスキーの疲れってねそんなまあ一週間もすれば絶対治るじゃないですかけど今もずっとあるのはそう薄めて薄めてね <laughs> そうそうそう